穂積氏は日本の政治家。秋田市長。秋田市出身。ターミナルケアの先駆者として、秋田県下発のホスピス病棟を設置したことで知られる、外旭川病院を運営する医療法人、厚知恵会の会長理事で、元県議、秋田赤十字病院元院長である、穂積厚の子息として、秋田市に生まれる。以下の生まれではあるが、医師は志さず、秋田県立秋田南高等学校、成蹊大学法学部法律学科を卒業後、厚知恵会の関連法人などの役員を経て、秋田市議、秋田県議を歴任。2001年、当時の石川連次郎市長の辞職に伴う、秋田市長選挙に出馬のため、県議を辞職するも、佐竹貴久に敗れ落選。同年11月に、自身の辞職と、山田康夫県議の死去で、秋田市選挙区の欠員が2名となったことに伴って、単独で補欠選挙が行われ、当時の山本郡選挙区で落選中で、国替えした高松和夫と共に返り咲き、県議に復帰した。県議時代は、秋田市選挙区では自由民主党の富樫博之と共に、上位当選することが多かった。2009年の秋田市長選出馬のため辞職し、この時に、ようやく市長の座を射止めた。これにより、数十年ぶりに秋田市生まれの市長が誕生した。2013年の秋田市長選挙で元民主党衆議院議員の寺田学らを破り、再選を果たす。2017年の同市長選において、無所属新人の元秋田県議丸の内くるみを破り、3回目の当選を果たした。2021年4月4日投開票の同市長選で、元秋田県議会議員の沼谷純、元秋田市議会議員の竹内新聞の2候補を破り、4選。ありがとうございます。